それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、無所属、須藤元気参議院議員。秋田県は放射線育種米秋田小町ER全量転換がコミュ&ネットの反論が、こちらが話題をお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。以下引用。無所属、須藤元気参議院議員。2025年までに秋田県は秋田小町を放射線育種米秋田小町ER に全量転換します。何が問題点なのか勉強会に参加中。カドミウム汚染対策だとしても、秋田小町ERを今後子供たちに何十年も食べさせていいのか、安全性に疑問を抱いている人は少なくありません。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。発信者は秋田小町ERに何らかの問題があることを示唆する文章を書いていますが、そのような事実はありません。秋田小町ERは育種の最初の段階で一度だけ放射線を照射して突然変異を起こさせたコシヒカリは1号と秋田小町を交配し、その後7回戻し交配、オリジナルの秋田小町との交配を行ってできた品種です。その結果、原種よりも有害なカドミウムを含有しにくい新しい品種として登録されました。したがって秋田小町ERに放射線が残っていることはなく、また有害物質も含まれません。なお放射線育種については以下のページも参照してください。役に立ちましたか？引用終了。 X 民の反応がこちら。以下引用。放射線育種って1950年ぐらいから採用している突然変異種を作り出す手段です。ほとんどの人は放射線と放射能の違いが理解できない人たちだろうな。日本の米の全てがそうでないんだから、嫌なら買わなきゃいいだけ。他に選択肢はいっぱいあるんだからね。私の感情的な話ですが、この手の活動家がいつも子供たちを盾のように、あるいは武器のように利用することに嫌悪感を覚えます。50年以上もの歴史のある放射線育種なのに、なぜ秋田小町ERばかり取り上げられるのだろう。放射線育種された様々な作物がすでに流通しているのであれば、それらと同様に淡々と開発を進めれば良いものを、なぜ秋田小町ERに関してはわざわざアピールするのだろうか。食べなければいいだけなのに、このように不安を煽る側に立って仕事してるつもりになってるの。本当に日本の選挙制度について考えさせられるよな。コシヒカリに放射線を1回だけ照射。この中からカドミウム低吸収の個体を選抜。選抜した個体を6世代以上、さらに育成と選抜を繰り返した品種がコシヒカリは1号。このコシヒカリは1号を親にして、さらに交配と選抜を繰り返して育成されたのが秋田小町ER。引用終了。補足として、よくある質問 Q&A 放射線育種についてをご紹介します。以下引用。よくある質問 Q&A 放射線育種について。問い、放射線による品種開発とはどのようなものですか。一、農作物の栽培においては温暖化や豪雨などの気象の変化、病害や虫害といったさまざまな課題に対応できる品種が欠かせません。2、このような課題に対応するため、これまで放射線の照射を含めさまざまな手法を用いた品種開発が行われてきました。3、植物は自然放射線の作用によっても突然変異が起こることがあります。放射線育種はこのような効果を活用する手法であり、1950年代から利用されています。4、例えば米では1966年に堆肥栄を持ち、草丈が低く対等複製を持つ黎明や、1989年に放射線育種で開発された系統を利用した絹光、日本梨では梨黒マダラ病抵抗性を持つゴールド20世紀などが育成されています。問い、放射線照射を利用して育成されたコシヒカリは1号や秋田小町ERは安全なのですか。1、コシヒカリは1号は放射線を一度だけ照射したコシヒカリからカドミウム低吸収の性質を持つ個体を選抜し、放射線を照射した世代から少なくとも6世代以上栽培選抜を進めて育成した品種です。秋田小町ERはこのコシヒカリは1号を親にして、さらに交配と選抜を繰り返して育成された品種です。
二度、品種の栽培の過程や販売される米に放射線を照射することはありませんし、米から人体に有害な放射線が発することもありません。3、このため、食べても人体に放射線の影響が出る懸念はなく、従来の手法で育成された品種と同様に安全に食べられます。トイ放射線照射では、有害な物質が含まれるようになるなど、様々な変化が起きてしまうのではないですか。1放射線育種は、自然でも起こりうる突然変異を活用する手法です。農業上の課題を解決する有用な性質を持つ品種の育成を目指して、様々な遺伝的性質が変化した個体の中から、複数代にわたって選び抜くことで、有用な性質を持ちつつ、有害な物質を含まないような新品種として確立した上で普及しています。引用終了。以上補足でした。さらに詳細を知りたい方は、秋田県公式サイト、美の国秋田ネットの水稲新品種、秋田こまち R を紹介します。をご覧くださいませ。視聴者の皆様は、この話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また、有権者の皆様、あらゆる選挙において、与野党問わず、日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますよう、お願い申し上げます。それでは、最後までご覧いただき、ありがとうございました。